サラバレリスはグラミー賞のミネート歴を持つアメリカ合衆国のシンガーソングライター、ピアニスト、女優。ラブソング、ボトル・イット・アップ、グラビティ、キング・オブ・エニシング、ブリーブなどのヒット曲で知られる。2007年のラブソングは大ヒットを記録し、ベイビル・ボードのポップ100チャートでは第1位を記録した。カルフォルニア州、ユーリカ生まれ。3人姉妹の1人で、 イタリア、イギリス、ドイツ、ポルトガル、フランスの血筋を持つ家庭に育った。彼女はイタリアに一年ほど住んでいたことがあり、イタリア語が話せる。また高校では合唱団に所属し、地元のミュージカルグループでも活動していた。1998年、高校を卒業すると UCLA に進学し、コミュニケーション学を専攻した。大学では、 アカペラサークルに入り作詞作曲に取り組むようになり、この頃にグラビティを生み出した。また当時、から、エス・フラワーズという名前で活動していた、マルーンごと知り合いになった。バレリスは、ピアノやギターなどの楽器はすべて独学で習得した。2002年、大学卒業後は、バーやクラブで演奏したり、インディ映画に出演したりしていた。2004年、最初のスタジオアルバム、 ケアフル・コンフェッションズを発表。翌年にはエピック・レコーズと契約を交わしプロとしての第一歩を踏み出した。当初はアクアラング、ミリカ、マルーンを、パオロ・ヌ・ティーニエス、ジェームズ・ブラントなどのミュージシャンのコンサートの前座として活動していた。2007年6月に発表したシングル、こんなはずじゃなかった、ラブソングがビルボードのポップ100チャートでは第1位を記録。 大ヒットし、ヨーロッパやアジアでも名前が知られるようになった。テレビや映画への出演も増えた。2011年、日本公演のため初来日。公演後、東北の地震被災地を訪れ一週間ボランティアとして、瓦礫の撤去作業を行った。2017年公開の映画、バトル・オブ・ザ・セクシーズのために、イフ・アイデアをニコラス・ブリテルと共作した。 バレリスが歌った同曲は映画のエンドロールで流れる。ありがとうございます。